5番のスワーブ・リチャード坂の上りで2番手グループまで上がってきています。その後5番手が2番のマグネリアン、大外6番のユーキャンスマイル伸びてくる、200を切る内から5番のスワーブ・リチャード、外が1番のカレン・ブーケドール、この2頭3番手粘るダイラ・ケネディ、接近2番のマグネリアン、5番のスワーブ・リチャードが先頭、カレン・ブーケドール2番手、マグネリアン3番手、スワーブ・リチャード合流、スワーブ・リチャード追い新マーフィー、ここで2つ目の G1 タイトルを獲得。内が伸びるままで対内をついて伸びてきました。さらに外は13番のワイドファラオ、400を切って直線の攻防、突き放した4番インティ竹豊、1馬身半リード、空いた内から5番のクリストベリル、2番手から追っていますが、外から11番のゴールドドリーム、200を切りました。その後は3番チューアンザード、8番ウェスタールンドを追っています。ツアーネバル、4番インティ、4番インティ間、5番クリストベリル、外は11番ゴールドドリーム、クリストベリルだ、ゴールイン、クリストベリルです。小馬の壁など関係なし、着差はわずかの6連勝、無傷の6戦全勝、5番クリソベリル3歳馬新王者につきました。11番ルーチェデラビタ、そしてその後ろですが大外を回って10番フラバシドール、そして15番ディアーメリア、まだ後方です。前は抜けました4番レシステンシア、4馬身リード、内から接近3番ウーマンズハート、あとは1番ヤマタスマーメイド、外から接近9番マルターズディオサ、大外接近10番のクラバシドール、15番ディアーメリアが伸びない、まだ中段だ、前までは10馬身以上差がある、先頭は4番レシステンシア、抜けた4馬身5馬身突き放してゴールイン、逃げ切りました4番レシステンシア、これで3戦3勝。そしてタイムはレコード1分32秒7が出ました。直線コースに向かいました。リアンホ先頭、外から連勝したアンサリオ、空いたところに入ろうとするトリプルエース、外から7番イングレイテスト、体勢ビジョン、大外に14番タガノビューティーが追い込んできた、離れましたからタガノビューティー、間6番サリオス先頭、6番サリオスが先頭、外から8番体勢ビジョン、14番タガノビューティーが追ってくる、内2番ピアンセもまだ粘っている、2番手争い、先頭6番のサリオス、スピードは1馬身半、2番手は8番の体勢ビジョン、3番手タガノビューティーの外からグランレイが追い込んでくる、先頭は6番のサリオス、快勝です、ゴール6番サリオス、後位追走から堂々と抜け出ました。先頭変わって4番スティッフェリオ、スティッフェリオアーモンドアイ、間からはフィエールマン、フィエールマン、そして外からサークルガーリア、おー外から6番のリスグラシュ、坂を上がってリスグラシュが抜けた、リスグラシュだ、2番手サークルガーリア、先頭は6番リスグラシュ、ゴールイン、リスグラシュです、リスグラシュです、見事に令和初のグランプリホースの座を手にしました。6番リスグラシュ、ダミアンレーン騎手です。4コーナーカーブから直線コースに抜きました。先頭パンサラッサに接近する2番のコントレイルが並んで捉えて先頭に変わって200を切りました。追って5番ベルトライゼンで、さらには11番オーソイティ、大外から7番のワーケア追い込んできます。2番のコントレイルが先頭3馬身リード、追う5番ベルトライゼンでが2番手、ワーケア3番手、2番コントレイル3連勝ゴール、最後は鞍上手綱を持ったまま今日も楽々と勝ちました。2番のコントレイル3戦3勝でホープフルステークス制覇です。